はびっくりしました。びっくり箱がそこにあるのかと思いましたよ。はい、はい、大関先生でございました。大関先生でした。大関先生、はい、お名前の方をフルネームでちょっと教えていただいてもいいですか。フルネームで。はい、はい、大関まなみです。はい、大関まなみ先生でございますよ。まなみ先生ですね。まなみ先生です。はい。大関まなみ先生、今年は何組の先生になったんですか。はい、はい、今年は、はい、シアジャン見えますか。うん、ちょっと反射してる感じなんですけど見えますよ。うん、今年は、はい、菊組になりました。はい、菊組の先生です。大関先生は菊組です。違和感、ちょっと違和感、ね、なんか慣れない、まだ私たちも慣れないですね。私自身もまだちょっと菊組って言えて言えてない。これから頑張ってね、はいはい、練習していきましょう、みんな。はい、よろしくお願いします。さあ、先生たちに今趣味を聞いております。はい、大関先生の趣味は何でしょうか。はい、はい、趣味はですね、ちょっと前から、はい、もっと前ですかね。もっと前、どんくらい前なんですけど、ちょっと前、もっと前、どんくらい前。いや、じゃあ、ね、ちょっと前、大学生ぐらいからですね。大学生、ちょっと前、ちょっと前から、楽器を集めることが、はい、とても好きで趣味になってます。楽器を集める、なかなかできない趣味ですね。はい、なんか普通の楽器ではなく、ちょっと珍しい楽器だったりとか、こう面白い音が出る楽器とか、はいはい、綺麗な音が出る楽器とかの、はい、すごくそういうのが楽しくて、はい、こう集めたりしてます。今はちなみに何種類ぐらい持ってるんですか。何種類ですかね。でもまだ10あるかないか。10あるかない。10ってそれなりにある。結構大きいものが多いんですか、ちっちゃいものが多いんですか。うん、大きいものもあれば、はい、こうちっちゃいものまで。大きいものはどのくらい大きいんですか。どのくらいですかね。どのくらいでしょうね。このくらい、もうちょっと50cm ですかね。ですかね。はい、なんか気になる ね、 ね、それちょっと今度幼稚園に持ってきてくださいよ、先生。はい、ぜひ、なんかそういう機会があれば、ね、披露、披露して、披露してみましょう。どうですか、桑野先生、セッション。あ、セッションぜひしましょう。あ、楽しみです。やりたいです。楽しくね、やっていきたいと思います。ね、はい、それでは、最後に子供たちに向けてメッセージをお願いします。はい。はい。菊組さんのお友達、幼稚園になかなか来れなくて、ちょっと大変な時期かもしれませんが、こう先生たちもこうみんなでこう幼稚園で待っています。幼稚園に来れるようになったら、たくさん遊んだり笑ったり、こうたくさんお勉強などもしながら楽しく過ごしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、大関先生ありがとうございました。